皆さんこんにちは、Bレジェンドソベラです。本日は Bレジェンド激うまチョコ風味ですね。 Bレジェンドの中で人気ナンバー2ですかね、こちらのねレビューをやっていきたいと思います。プロテインの中でもチョコレート風味っていうのは定番なんですよね。結構ね、甘ったるい商品から、ほんとたくさん振り幅がね、広いフレーバーなんですけど、その中でもね、Bレジェンドの激うまチョコ風味っていうのは、甘ったるすぎず、ほんとにね、飲みやすい、さっぱりとしたね、チョコレート風味としてね、非常にね、人気のあるフレーバーになっておりますんで、早速ね、どんな味かね、飲んでレビューしていきたいと思います。こちらのね、プロテイン1キロサイズご購入いただくとね、こちらのね、赤い袋に入ったスプーンが付属されてまいります。こちらのねスプーンにすり切って1杯入れていただければ約ね 30g 計量できるようになっておりまして、それをね飲んでいただくとタンパク質がね 20g 取れる設計になっております。で、水の方はね 150ml から 300ml の間で、味のね濃い薄いなんかはねご自身のね好みで調整してあげてください。まあ、いきなりね 1kg 買うのがね不安だっていう方もねおられると思いますんで、こちらのね1食分が入ったお試しパックサイズがありますんで、こちらのねお試しパック1袋ね198円で販売されておりますんで、こちらで試していただいてから味が気に入っていただければ、こちらのね1キロサイズの購入していただければ嬉しいです。それではね早速飲んでいきたいと思います。本日はねこちらのお試しパックで飲んでいこうと思います。こちらのお試しパックね、ここに切り取り線入っているんで、切っていただいて入れていただいたらもうすぐ飲めるようになってます。旅行とかね出張とかで最適ですよ。パウダーはね、こんな感じですね。チョコレート風味に関しましては、綺麗な茶色ですよね。香りは本当にね、チョコレートのいい香りがしてます。入れていきます。入れた後に、蓋をね、反対に回してあげてください。で、カチッと言いますんで、ここでしっかり逆に締めてあげる。ダマもね、泡立ちもほとんどありません。ココアみたいなね、綺麗な色になってますね。美味しそうですね。あ、本当にもうチョコレートのね、いい香りがしてますね。で、いただきます。すっきり、激うまチョコ、激うま。チョコレートって甘ったるいプロテインが多い中でも、甘みとね、さっぱりとした飲みやすさのね、バランスが取れたフレーバーがね、激うまチョコ風味だと思います。もちろん水でね、飲んでも美味しいと思いますし、牛乳とかね、低脂肪乳で飲んであげると、本当にね、美味しいね、チョコレートミルク、まあ、ココアみたいなね、感じでご褒美として飲んでいただけるんでね、甘ったるいね、チョコレート風味に飽きちゃったという方にね、ぜひ試していただきたいフレーバーとなります。こちらのね、激うまチョコ風味のね、味をね、星5段階でね、評価つけていきたいと思います。甘みですね。まあ、チョコレート風味ってこともあって甘みはねしっかりしてます。ただねそこまで嫌な甘ったるさではないってこともありまして、まあ、星4つとさせていただきます。酸味に関しましてはもうほとんど酸味を感じませんでした。星0です。スッキリに関しまして、まあ、チョコレート風味結構やっぱり甘ったるいものが多いんですけど、激うまチョコ風味に関しましては飲んだ後にねさっぱりとした感じがありますんで、スッキリ星1つとさせていただきます。クリーミーさは星4つとさせていただきます。甘み4、酸味0、すっきり1、クリーミー4ですね。ぜひね商品選ぶ際のね参考にしていただければと思います。激うまチョコ風味の栄養成分表示ですね、1食 29g あたりエネルギー 112.8kcal、 タンパク質が 20.9g、 脂質が 1.5g、 炭水化物が 4.1g、 食塩相当量 0.1g、 ビタミン C 37.1mg、 ビタミン B6が 1.1mg となります。ぜひね今日の動画でね気になったという方は、動画の概要欄の方に商品ページに飛ぶね URL 貼り付けておきますんで、ぜひねそちらからご購入してください。交通のね状況によってね前後しちゃう部分もあるんですけど、朝の9時までね注文いただけると当日発送で、早ければもう次の日、遅くてもね2日後にはお手元に届くと思います。ぜひね、こちら概要欄の方から購入してね、試していただければと思います。それではまたね、次のね、動画でお会いいたしましょう。さよなら。